着リー改革。着リー改革は、大の着リー王朝、シュラーロン高音大王、イカラーマ5世によって行われた一連の近代化のための改革のことである。競技には、ラーマ5世の改革のみを指すが、講義には、文句党、イカラーマ4世における、近代化政策からはチラーウッド王、ラーマ6世までの一連の改革を指す。ここでは特に競技の着リー改革を取り上げる。 ラーマ五世の1868年、タイ仏歴2411年の15歳での即位は、ラーマ四世ではなく、有力貴族であるブンナーク家の管理の下で行われた。この時に、王の摂生であったのが、ソムデットチャオプラヤーボーロムマハーシースリアウォン、チュアンブンナークであった。当時のタイには、副王の制度が存在した。これは、王が首都に、 不在の間代わりに政治を司るものであった。普通は王の任命によるものであったが、この時は文楽家の承認を受け、ウィチャイチャーン副王が即位するというありさまであった。そこで、ラーマ五世は1873年、大仏歴2416年の20歳の時に、ヤングサイアムという神皇たちからなる青年右翼組織を組織し、その右翼組織から、 ダルノーワートと呼ばれるタイで初の新聞を発行し、ブンナーク家と癒着していた、ウィチャイチャーンフク合を批判した。翌年、これらの批判によって、ク合宮殿は武装したため、ラーマ5世は慌てて、武装解除の要求を促し、ク王のクーデターは未遂に終わった。これは、ラーマ5世に衝撃を与え、王宮の脱、ブンナーク家はよくよく考えて行わないといけないと知らしめた。 地方行政面では、当時、チャオムアンと呼ばれた一種の知事にその地域の内政を任せ、財政的には中央政府とリンクせず、知事が一切取り仕切っていた。そのため、しばしば反対勢力となる場合もあった。その上、ラーンナー太陽町、パタニ王国などの地方の王国があり、これらの地方政治のチグハグさは、ともすれば内戦にも陥り、ともすれば大量を狙っていた。 イギリス、フランスの勢力に占領されてしまう恐れを生じていた。これらの不安感は、ラーマ五世に、タイが近代的な国家運営を必要としていることを知らしめた。この後、1882年、タイ仏歴2425年に、摂政、チュアン・ブンナークが死に、1885年、タイ仏歴2428年には、ウィチャイチャーン複王が死んだことから、 ダムロン・ラーチャー・ヌパープ・シ王などの王族を導入し、ラーマ五世は本格的な国内改革に着手した。タイにはタートと呼ばれる一種の奴隷がいた。これは厳密には奴隷ではなく契約によって一時的に体の自由を奪うことを承諾したものであり、売り買いが許されていた。これは当時のブンナーク家を中心とする王公貴族の主要な財産であった。 ラーマ5世は人道的意義を理由にこれらの奴隷を解放し平民に加えた。また地方では入れ墨と戸籍により知事の監督と労役のもとに縛り付けていたプライと呼ばれる人民を解放した。結果的に欧米での評価が上がりもはや野蛮な国ではなくなった。これは後にスムーズな不平等条約改正を助けた一要因でもある。この業績により タイでは、ラーマ五世を慕う者が未だに多い。この業績により、ラーマ五世は、ナリッサラアルバティオン神王から、歓喜大王の称号を得た。ちなみに、欧米では創作である、アンナと王様の記述に基づいて、当時王宮の親と一教師だったアンナが、少年時代のチュラーロン公王に、アンクルトムの小屋を読ませ、奴隷解放を促したという説が信じられているが、俗説である。 ラーマ5世による、教育制度の拡充は、国家を近代化するにあたり、近代国家にふさわしい人材を育成することは、必須であった。まずは、王室専用の学校の拡充、義務教育の導入である。また、王室指定の留学を促進した。この風習は現在でも続いていて、大社会では、中流階級以上の指定が、 海外に留学するのは一種のファッションとなっており、現在の官僚は、ほとんどが、海外留学経験者となっている。ラーマ5世は陸軍を中心に軍隊を近代化した。これは、地方が中央編入に反対し武装放棄した時のために、必要な政策の一つであった。口述するが、後に、各地で実際に反乱が起き、この近代化された組織に叩かれた。 これらの地方判断の鎮圧は一部で批判を受けているが、イギリス・フランス勢力が地方の不当性につけ込んで侵略てくるのを防ぐことができたため評価されるべきであろう。このように有効な面があった軍事改革であったが、エリート化した軍隊が後に軍事政権の台頭を生み、民主化の後も国が停滞する原因にもなったことも注目すべきである。ラーマ5世は、 鉄道や道路を整備し、内政の統一化を図った。これを補うものとして、電話、電信、郵便を整備した。また水道も整備した。まず、全校で挙げた地方の権力者による委任政治を廃止した。その後、モントンと呼ばれる修正を導入し、その下に、ム無安、県、アン風、グン田ンぼん、町、ムーバーン、村を置き。 中央集権国家に仕立て上げた。これは後にフランスイギリスと国境の取り決めを行うときに有効に作用した。一連の改革の中でも最も大きな痛手だったのが6回にも及ぶ領土活譲である。現在のカンボジアラオスをフランスに取られ、普通インドシナ、さらにマレー半島の一部をイギリスに取られた。しかし、ある程度近代化していたことから、 明らさまな侵略ができなかったこと、イギリスとフランスの干渉地帯として、体を置いておくことが暗黙の了解になったことなどから、植民地化は避けることができた。しかし、失った領土は非常に大きく30万平方キロにも及ぶという。結果的には、チャクリー改革はほぼ成功したと言える。ブンナーク期の支配を離脱し、完全な王権政治を樹立した。また、 インドシナ諸国が次々と侵略される中、近代化を成し遂げ、欧米の勢力を侵入させなかったことは大きな進歩であると言える。ラーマ五世が明治天皇と同時代の君主で、明治天皇と同じく近代化を成し遂げた点から、日本の明治維新とも対比される。一方で、軍事強化による軍事政権の台頭や強権的な中央集権化により地方判断なども、 引き起こした。例えば、イーサン地方の千年王国や台南部の反乱である。現在イーサンでは、ほぼこのような反乱の動きはなくなったが、台南部、特に新南部3県を中心に、今でも反発運動が続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。